皆さんどうもこんばんは。こんばんは。始まりました。毎週月曜日夜9時から生放送しておりますエイリアンウェアプレゼンツスクエアニックスファイナルファンタジー14オンライン生放送シーズン5、はい、ファイトワイドサンドミチのミチとエドサンドミチのエドさんです。よろしくお願いいたします。お願いいたします。はい、はい番組のスポンサーを紹介させていただきましょう。こちらです。ザカダン。この番組はエイリアンウェアの提供でお送りしております。使用しているパソコンはエイリアンウェア、オーロラ、画面に出ているものをはじめエリア51やノートのエイリアンウェアなど様々なものを使っております。はい、その他周辺機器もエイリアンウェアのものございます。こちらです。ザカダン。モニターやマウス、キーボードもエイリアンウェア製のものございますので PC でファイナルファンタジー14プレイしてみたいと思う方はぜひともエイリアンウェアよろしくお願いいたします。はい、はい、そして次、次、ファイナルファンタジー14からのお知らせです。はい、先週の火曜日にですね、うん、パッチ 5.01 が、実装されました。はい、内容としては一部アクションの調整と、うん、大きいのは、8人レイド、希望の園エデン覚醒編のノーマル、はい、これが実装されたということです。うんうん、で来週7月30日火曜日は、うん、パッチ 5.05 ということで希望の園エデンの霊式と、うん、それから、今は実はまだなかったんですね、うん、ウズネアカナルとかアクアポリスに、うん、当たる 5.0 の 5.x の、トレジャーハントの、うん、宝物殿ですね。宝物庫リエギアダンジョンというのが追加されます。はい、うん、あとは各種ジョブ調整となっております。はい、はい、来週の火曜日に当たるんで、よろしくお願いしますということです。はい、はい、うん、さて、今日もですね、はい、パッチ 5.0 のメインストーリー、うん、先週の続きをやっていこうかなと思っておりますが、はい、今後の NGC の放送のスケジュールだけ先にお伝えいたします。はい、はい、まず今日はメインストーリーを進めます。うん、はい、で来週もメインストーリー進めます。はい、で再来週、うん、8月の5日の放送でですね、うん、先ほど お知らせしました、うんうん、パッチ 5.05 が入った直後の、月曜日放送となりますが、はい、そこでかねてから企画しておりました、うん、レイド、希望の園エデン霊式への挑戦、スペシャルをやろうかと思っております。はい、はい、その翌週12日がお盆休みのため放送がありませんので、うん、その前週となる8月5日月曜日は、はい、夕方の6時ぐらいから、まあ、夜かなの6時ぐらいからですね、うん、長時間放送でレイドに挑戦するメンバーの装備を調達するということと、はい、あとは後半で実際に挑戦という2本立てでお送りしようかと思っております。はい、はい、うん、なので、8月の5日ちょっと放送早いですが、うん、よかったらお集まりください。よろしくお願いいたします。はい、お願いいたします。はい、終わりはまあ普通に終電までかなとは思いますけど、うん、まあ一層クリアできたら御の字ぐらいの感じでやりますんで、うん、どうなることやら、はい、分かりませんが、うん、前半ギャザクラ、後半バトルという風になります。うん、はい、はい、うん、お楽しみに。はい、はい、メインストーリーはその日はやりませんのでお越しくださいです。はい、ということで今日も、先週の続きやっていきたいと思いますのでよろしくお願いします。はい、お願いいたします。はい、さてと、じゃあゲーム画面1回やってもらって、はい、ゲーム画面やりながらですね、はい、ちょっと、今週の1週間の進捗を、うん、うんうん、あ、この状態でそっちが出るのね。まあいいわ。うん、とりあえず1週間先週の月曜日にメンバーの募集を、うん、クロスワールドリンクシェルのメンバーの募集をやりまして、はい、バトル班と、うん、それから支援班と、うん、募集しました。はい、でメンバーがおかげさまでバトル班はですね、うん、64人いっぱいになって、うん、で支援班も40人くらいになったのかな、という感じでございました。はい、
でちょっと本人のご都合によりですね、ちょっと大変残念ですが、ちょっと個人的な都合によりちょっと参加が難しくなっちゃいましたって言われて1人抜けましてですね、あなるほど、今バトル班63人になっております、はい、多分64人全員がログイン中にチャットが詰まるっていう現象じゃないかなと思ってるんで、うんうん、一旦今63のままでちょっと、キープしようかなと思っております。なるほど。で進捗としてはバトルはですね、はい、うん、まあご覧の通り今これ乗ってるマウントはコルシアエリアの大型フェイトフォーミダブルの2回クリア報酬で、で着てる服はこれあるとあるエリアの大型フェイトの報酬なんですけど、そういう大型フェイトやったり、あとは先週の土曜日に実際に実装された希望の園エデン覚醒編ノーマルをクリアしました。内容的にはやっぱりノーマルだったんで、そんなに難しくなかったです、まあ、いずれストーリーは完全に飛ばしてプレイしたので僕はストーリーどういうのか分かんないんですけど、まあ、いずれ本放送でも触れたらなと思ってます、そこまで難易度は高くなかったので、なるほど、ね、問題なく下手すりゃ1回2回ぐらいの放送、下手すりゃ1回の放送で3時間あれば全部通できるかなぐらい、そのぐらいの難易度でした。なるほど、で、まあ礼式に、合わせて、はい、各々、金策に励んでいるところっていうのが、バトル班の進捗ですね。そうですね、はい、そんな感じです。金ないと、そうですね、新式が、まあ、エクストメガをとりあえず貯めといてくれみたいな感じだよね。クラフター班進捗ありますか？クラフターはまあ何をやってどうこうっていうのは今までと一緒なので、基本的にそれぞれが王固めたり白固めたりみたいな感じですね。白か白か、あ白かね、そうです。まあ一つだけ言えるとしたら、メガマデリジャを貯めるのは強重装が来た時に収集品納品をやり続けてください。2時間やるだけで多分、普通に目が200個とかになります。一番安くいけます、はい。まあそういう話をしたっていうことかな、今週は。まあなんか情報交換みたいな感じですね、はい。でまだ上がりきってない人だったりとか、これどうやんのみたいなのがたまに入ってたりとかって感じです。わかりました、そんな感じの1週間でした、はいはい。また来週も、進捗報告しますんで、はい、活動内容は記憶に留めておいていただいて、月曜日に発表していきましょう、はいはい。よろしくお願いします。お願いいたします、はい。じゃあメイン進めていきましょうか。じゃあ江戸さん画面お願いします。おい、いやーいしょ、いきますか。あとは言い忘れたけど、ジョブのレベリングをやってる最中だな、みんな今、ですね。各ロールやっぱりそれぞれ上げつつ、やっぱバトル班は今雰囲気的には、なんとも言えないんだけど、タンクが意外といないかもなみたいな印象でしたね。そうなんだ、ヒーラーは結構なんかガンブレイカーいるからなんかタンクはいいのかなみたいなイメージだったんですけど、ライト村？ライト村か、だから飛べないんです。あ、そうですね、はい、確かに飛びたいんですけど飛べないんですまだ。確かに。そうなんですよ。ユーロマーがねまだ飛ばさせてくんないさあそこ。まあ、そのあれで。あこっちやね。よいしょ。まあ僕が一応タンクで準備はしてるけど、新式実装されたタイミングで。一応いくつか3つか2つか3つぐらいは、出せるようにしときたいなみたいなことはなんとなく考えてますけ ど、練習も含めて。ただ、まあ、メインはやっぱり、タンクで、進行したいなっていう感じ。なるほど、暗黒で。暗黒ですね、暗黒。今回は、バトルはね、やっぱり、まあ、5.05 の調整にもよるとは思うけど、割とジョブは、なんかこれでいくかなみたいな感じが決まってて、でそれに合わせてみんなもジョブ用意してくれてるんで。なるほど、
まあ命令枠はちょっと今回1かなみたいな感じですかね。あれでいいですか。因数1で1ここはい。びっくりした。これだからそう投資の空いてるやつとかマップにちょっと映ってっけど、まだ全然行けるとこは行けてないからあれだわな。そっちから行かないでこ、あそっちからエレベーターで上がっちゃえた。ああそうそう。使えるんだっけ？エレベーターは使えた。使えるのか。うん。そう使えないのかなと思ったら使えた。さて、前回のストーリーのあらすじ、前回ユーロマーに実際入ることができまして、はいはい、ただし入り方がちょっといびつでですね、うん、アルフィノが画家のふりをしてます、はい、で、主人公光の戦士がですね、うん、その画家の助手のふりをしてます、うん、で気の良さそうな、ミコッテ族の夫妻にですね雇われたんですけど、うん、アルフィノに絵を描いてもらうではなく、うん、奥さんの方がどうやら結構強くてですね、うんうん、アルフィノを着せ替え人形にして遊んでいるところで、その最中に、冒険者が、うん、ユールモア内の情報を集めてたっていうところで終わってます。ですね。その情報によると案外、労役市民も自由市民もどっちも割と幸せですよみたいな感じでしたね。なんかね、うん、労役市民は労役市民でね、うん、ご主人様大好きみたいな感じだったし、うん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 、なんか自由市民は自由市民で、うんうん、なんかカードゲームやったり踊ったりとか、そう、ね、楽しそうにやってました。でこのドゥリアチャイさんとチャイヌズさんもいい人そうでした。意外とね、うん、なんか大事にされてるから、まあ、どういう裏というかがあるのかがちょっと気になるところですね。一個怪しかったのは、うん、このユーロモアでの生活をしていくためのインフラストラクチャーが、うん、何なのか、うん、何がリソースなのかが怪しい、分からなかった、うんうんうん、みんなはこの自由市民になったタイミングで持ってる財産とかを、全て、ユーロモアに移譲するというか譲渡するっていうことで、なんか自由市民になれるっていう話だったんですけど、 それって限界はあるじゃん、ね、増えるわけじゃないから、ね、あ、分かんねえ、もしかしたらあれかな、うん、なんかすごく手厚い、すごく手堅い、手堅いなんか投資とかやってる、投資信託で増やしてんのかな月 3% とかで増やしてんのかな、集めてたらすげえ額になるか、クリスタルとかでかもな株みたいに上下するのかな、10億ギルやったら月で3000万ギルとか入るでしょなんかそんな気がするな。あとはメオルが怪しいとかね。あ、メオルね、 あれね、確かにみんながなんか、まあ、だからみんながこんだけ贅沢に自分の資金を全部預けたことによって、うん、こんだけ贅沢に毎日を暮らしていくことができるっていうのは、うんうん、何かどこかから それをそのリソース吸い上げてるはずだっていうので、うん、ちょっと怪しいなってとこですね今ね。そうですね、まあ、パッと見いいとこそうじゃないしな。まあなんかね、こんなに華やかでなんか割と危険な匂いしかしない気がする、うん、じゃあ行ってみましょうか。行きましょうか。なんかその暗部が見れるんですかね今日は。うん、アルフィノ喜びに満ちた人々。そうだよな、はい、画家のアルフィノは感心している様子だ。感心、はい、感心ってなんだよ。ドゥリア夫人はとても美意識の高い方なのだね、画家の服装にまでこんなにこだわるなんて。ああ服をくれたのね、アルフィノ与えてくれたね、はい、良いベーベーを、うん、おかげさまでもう少し時間が作れそうだ、よければ今のうちに再度見学に行ってきてはくれないか。またまたか。今度はさっき通り過ぎた一つ下の階層、軍の司令本部があるという時間の層を見てきてほしい。確かに行ってないか。頼んだよ。でちょっとこれで思ったんです僕、昨日家帰ってる途中に電車の中で思った、先週か、うん、思ったのよ、うん、ここのさ、リュールモアの棟梁、うん、当主って、うんうん、なんか生まれながらにして、うん、積み食いとコミュニケーションが取れる。ああ、なんか言ってましたね。だからここは積み食いに攻められないんだって言ってたじゃん、うんうんうん、じゃあ軍って何のためにあるの。攻められないのにね。そう、うん、何と戦うための軍なのかなと思って、それがあれと思ってね、うん、ちょっと見に行きましょうか。そうね、うん、軍見に行ったら分かる。確かに軍なのに機能してないの、してんのみたいな話。何と戦う軍です、人。でもさ、そう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 、でもさ、うん、みんなで一緒に世界政府だっつって統一して一緒にやっていこうぜとかって言った話をしてたんじゃないのかな、ね、そうなんだよね。これはどっちに行けば下に行けんのか、こっち、ん、
違う、合ってんのか、ああの螺旋階段を下がっていくのか、ここです。どっちだい、戦闘中じゃないと救出が使えないんです。こっちか、あ、ここから入るのか、なるほど。あ、ちなみに言うまでもないですけど、コメントでネタバレやそれに準ずることを書かないでください、よろしくお願いします。そうね、あそこはあだったよなって言われてもみたいな。ん、ここじゃ、あ、ここか、樹幹の、そうですよね、ここ入ってないわ、確かに。ネタバレするやつってどういう神経してんだろうな。多分あ何も考えてないんだけど、そうなんですよ。何も考え、本当に害悪だな、何も考えてないやつ。ここ飛び降りる、飛び降りた。でもなんかエーテライトがあった瞬間に飛び降りてしまった俺がいる。あ、エーテライト触りましょう。そうそうそう、俺も触りたいわ、うん、あ、エーテライトだってなっちゃった。わあ、そこはどうやって、わあ、探検手帳これなぁ、あそこ上からジャンプしていくとこか。一回だけトライしよっか。何度やっても下るから。そっちから行く？いや、一番上からでしょ、どう考えても。これはそうだよね、どう考えても一番上からでしょ。これはびっくりだな。一回だけな、何回もやって、何回もやって下るから。一回でもう、うん、ピンとやっちゃうしかないってことでしょ、これ。どこから行くんだ、ここか。いや、薬、鎖からじゃないの。あ、鎖関係ねえ、鎖無理だ。分かった分かった、こっちだろ。え、あ、どこ、さらに上、さらに上が一応あるの。ここか、いや、あ、ここか、あ、そこから行くの無理そうですよね。今クレモア順落ちてくれたけどダメだったもんな。みんなでも、あ、狙ってる。あ、でもね、ね、今ね、行けそうだったな。ここからやっぱ行ってんな、行ける距離ではあって、ダッシュジャンプってことだよね。ちょ、誰か行ってもらおうぜ。あ、そうだね、飛べ飛べ飛べ飛んだ。あ、ワールドミスも行った、ワールドミス行く、あれ乗ってね。いや、あ、いや、ギリギリ、あ、いや、惜しかったな。うん、ワールドミス行け。あ、惜しい、惜しい。惜しい、うわ、あ、惜しい。あれ、こっちじゃなくてやっぱあっちなのかな。じゃあ俺から、俺行くね。じゃあ、うん、じゃあ行くぞ。はい、行くぞ。はい、あ、乗った。マジで向こう、向こうの人が乗った。向こう行こう、向こう行こう。成功者に順次を。そうだね、成功してるんだったら、成功してる方に、成功してる方に行こう。向こうだわ。ここから行ってんの、うわ、あ、ギリギリチョップ。ここの角が狙い目か。あ、行ってる行ってる。あ、やっぱ行ってんだな。あ、よし、じゃあ行くぞ。はい、俺から行きます。はい、どうぞ。プロトン逆に邪魔だな、ちょっとプロトン切れるの待つ。ああ、なるほどね、うん、あ、切れた。軸合わせろ、軸合わせろ、行くぞ、これは行くぞ。うん、あ、ファイッ、無理でーす。あ、フラッ、あ、どこ。うわー、ちょっとずれた。これ、なんかに当たってんな。いや、角度がずれた。角度、あのね、まっすぐ飛べなかった。心に迷いが生まれた。なるほどね、ちょっと瞑想が足らなかった。ここでまっすぐか。うん、逆に主観ありっすね。そう、主観ちょっとありなのかなって思ったんだよね。いや、正直ね、あの、うん、冒険手帳は主観ありですよ、うん、ここだよね。そうそうそう、下向いて主観でここに合わせておいて、こういって、あ、怖い、怖い、怖い、これね、いくよ。あ、待って待って、俺をたげってみて。え、俺が軸の、俺をタゲって、ここか。そうそうそう、俺を、俺のマーカーをフォーカスターゲットなんかしてさ、うん、四角をして、わあ、フォーカスの方か、フォーカスターゲットして、うん、はい、そしたら、うん、後ろ下がっても軸、場所が分かるからってことか。軸のヒントにはなるじゃん。そうか、そうか、もうちょっとこっちか、このぐらいか、うん、これね。うわー、ここ怖えーな。もうちょいこっちか。よしよし、じゃあそれで主観でやってみたら。これで主観で下向いて、そうそうそう、そこです、そこです、それです、それです。これは怖いな。ジャンプ、ジャンプ、これね、はい、スプリントしてからジャンプ。スプリントいるか、いらんと思うよ。スプリントなかったよ。スプリントなかったけど飛び越したよ。あ、本当に、うん、じゃあスプリントしちゃいけないのか、逆に。多分ね、飛びすぎんのか。明らかに軸ずれてんぞ、この辺。明らかにずれてるの、それ。真ん中、え、ここじゃ、あ、ここか、ここかな、ここが真ん中か。もっと左でしょ。え、 これじゃ、これ、あ、これ真ん中じゃねえのか、別に。それ真ん中じゃねえよ、それ。そうか、そのぐちゃぐちゃだよ、そこ。そうか、そこちょっと寄ってっから分かんなかった。 この辺か。クロスホットバー真ん中センタリングされてないんですか、これ。多分、あれでもセンターだったらここじゃないの。ここ真ん中じゃないんだよね。そうだよね。ちょっとこの辺ぐらいな。
みんなスプリント使ってないのか。うわ怖え。よし行け。行くぜ。ファイキャンフラッ。全然ダメだ本当に。一回ゲームやり直せ本当に。あれだよ、主観だと足元が見えてなかった。あ確かにね。足元が分かんなかった。どこだっけ？この階じゃないでも。ああそう。目的はこの階じゃないか。目的は？あでも赤マークついてる。あここにいる。ここだ。あ開いた。なんか何してるの君、こんなとこで。あ、びっくりした、クレーマー人が当然入ってきたらあれだ。なになに、どうしたどうした。すごい扉が開け閉めがあるから、ちょっとカメラの位置。じゃあやったー。え、なに、持っててよかった。自爆、自爆したね。着きましたよさん。はい、上に、ここに。ええ、マジで着いた着いた。なんで。いや、行けたんすよ。いや、たまたま偶然なんだよな。たまたま偶然乗ったんだよな。ジャンプしたら乗ったんすよ。あれ、いや、たまたまね。たまたまジャンプしてたの。あ、ジャンプしたら乗ったんす。たまたまクエストの人は見つけたよ。あ、たまたまジャンプしたら乗ったのよ。マジで。うん、たまたまジャンプしたら乗ったん。本当にかい、うん、たまたまジャンプしたら乗ったん。ね、たま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 。ちょっと俺の画面には映ってないんで何とも分かんないんですけどね。うん、なんか自爆というコマンドは見えましたけど。自爆自爆という何かが見えました。探検手帳8番クリア。はい、じゃあとりあえず喋るね。はい、うん、はい、うぐすぐす。なんだ、なんで泣いてんの、どうしたの。 あなたはもう誰かにお仕えする労役市民なの。だったらお願い、力を貸して。私歌い手なのに喉の調子が変でうまく歌えなくなってしまったの。どうにかごまかしてきたけどもう限界。ご主人様に知られたら、うん、知られる前に直さなきゃ。ねえ、あなた私に代わって建物の外にある配線街にいるというソーリッチという薬師を訪ねてもらえない。喉の症状を書いたメモと薬代代わりのメオルを渡すわ。どうかどうか、メオルくれんの。メオルくれたんだ。で、その人に渡すんだ。お金じゃないんだ。喉が痛いって。え、なんて言ってた今。ソーリッチに託された、なんか外に行けって。なんで薬取ってこいって言われた。あの喉が歌い手なのに、うん、あ、歌い手なのに、そう、喉がダメになっちゃって。そうそうそう、で、喉の症状はこれだからっていうの。あ、これから出れるのか。これ門に行けるね。そうで、薬代代わりにメオルを渡すと。なるほど、うん。あれ、こっちじゃないの。あ、こっちだってのか。あ、エテラそこにもあるな。あ、そうそうそう、正面にあった。こっちか。あ、ここが配線街なのね。配線街。あ、やべ、アマルポーターがこんなとこにある。あ、開けとこう。こんなとこにあるんだね。おお、もろ配線だ。ほい。OK。ああ、まあ、フォーカスはもう切っていいのか。これでこっち行くんかい。ちょっと前だった、まあ、いいか。配線街に住んでんだ。まあでも家になるのか。薬売りか。ああ、言ってられた。本当だ、うん、こんなとこにも飛べるっていう何かがあるってことなのね。じゃあいてよ、ソーリッチ、うん、あ、ここにおった。不朽の花園だって。なんだよそれ。何この人、金髪の赤眼の人、やばそう。ちょっとやばそうですね。なんだい、薬がご用意かい。読めねえ。なんだ、ご入り用か。これとこれ、はい。このメモに書かれた症状を治せる薬が欲しいと。悪いが薬じゃどうにもならないだろうね。おそらく喉に悪いものができている。それを切り取れたとしても声が完全に戻ることはないだろう。かわいそう、この娘は捨てられるのか、それとも消えてしまうのか。とってって、え、なんだい、知らないのかい。ユーロマには大勢の者が招かれるがね、出ていくやつはめったにいないのさ。死体ですらね。招かれるけど、うん、出ていかないんだ。死体ですらだって。死体も出ていかないの。それもよくわかんないね。でも画家追い出されてたじゃん。ああ、確かに。ああ、これのことか。たまに海に捨てられるアホ。ああ、そうね。
たまに海に捨てられるアホがいるのもいるものの、それ以外は入ったが最後どこかへ消えてしまうのさ。ほう、全く恐ろしい町だよ。俺に言わせりゃこうして外側へへばりついておこぼれに預かってるくらいがちょうどいいね。なるほど。さあ話は終わりだ。書簡は伝えてやったんだし、ミオルはそのままもらっておくよ。なるほど。人が消えるんだ。ほう、へえ、ちょっとあれですね。これでメインステイいけるかな。もうメオルが薬なんじゃないの？これ下か。ああもう一回行けよ。また。あ、これ違うじゃねえか。どうだっけ？こっちか。これ悔しいな。きらびやか。はい。どう？薬はもらえたの？これこういうことを言っておりましたが。そんな声が戻らないなんて、これから私はどうしたら。誰？お、探したよ。私のカナリア、一体どうしてこんなところで泣いているんだい。それに声が戻らないとは。こいつなんこのズボンがよくわかんねえ。なんだこれ。ああご主人様、それはその実は私。なんか変なズボンだろ。なるほど、君が喉を患っていたとは。うん、気づいてあげられなくてすまなかったね。大丈夫、これまで私のために歌ってきてくれたカナリアを捨てたりはしないよ。捨てたりなどしないよ。ありがとうございますご主人様。でも歌うことができれば私は何のお役にも立てません。いつか本当に不要になるのではないかと怖いです。それならドン・バウスリーにお願いして君を天に運んでもらおう。どういうこと？何言ってんのこいつ、大丈夫か？苦しみも病もないそこでなら君だって喉を気にすることなくまた歌えるはずだ。それともあちらでまだ私のために歌うのは嫌かな？いやー嘘、よろしいのですか？天に行くことはいいことなんだね。天ってなんだよ。天って何？なんかの隠語かな。ね、ああもちろんだと思う。君の澄んだ歌声が待っていると思えば私も一層天に召される日が楽しみになるよ。おお、先に言っとけってそういうことか。召さ…あー、うん、おお、そうだよね。天に運ぶ、うさんくさい話だ。パッと見さ、ああぶっ殺されるってことでしょ。そういう風に取れちゃうよね。そういうことだよね。そう取れちゃうけどな。先にだって召されといて、それとも天っていうすごいいい場所がまだあるのか。あ、さらにね、うん、空島みたいな。あ、そっかそっかそっか、分からんけどな。この階層のさらに上があるんだよね。そうか、どっちかだよ。ちょっと一旦天にって言ってよ、うんうん、天とは何ぞやだよね、うん、天には通さない。ああ、もしかして君は新しく入ってきたばかりかい。それなら覚えておく、といい。はい、うん、罪食いは罪ある人を喰らう一方で、罪なき人の魂を滅びかけたこの地上から救いでんだっけ、うん、天にある楽園へ連れて行ってくれる。罪食いに運んでってもらうんだ。それをドン・バウスリーが明らかにしてくれたんだ。はあ、ああそういうことね。彼のしもべたるこの町の民は救われるべき民であるともね。罪がないと、うん、だから私たちはこの町で愛と、あ、なんだ、楽しみのままに暮らし、それを十分に謳歌したら天に運んでもらう。労役市民だって主の許可があれば運んでもらえるよ。ほう、本当にバウスリー様は希望の光のようなお方ですよね。うむ、それでは私たちはそろそろ失礼しよう。私のカナリアに付き添ってくれた君にも永遠の救いがもたらされること、ありがとうございました。まあこんな世の中だからすがるものは必要だわな。まあまあまあ光の反乱でね、こんなんなっちゃってるからね、しょうがない、しょうがないけど、うん、何それ歌えなくったって他にもやるべきことはできることはあるんじゃないのかね。あ、まあ確かにそうだよね。乗ってんな。乗ってますね。悔しいなそれ。アルフィのじゃあ一番上ね。これ普通に戻るか。
このローみたいなのは何だったん結局ローなのこれ。分かんないんだよね。なんかあそこに入ってたじゃんあいつ。部屋なん、部屋じゃないよな。牢屋か。でも出入り自由の牢屋なのか。あそうか、牢屋にもう価値がないのか。倉庫みたいなもんか。あ、入れるね。入れるんだよね。だって普通に入れる、うん、重いんだけど重い、浴びて発動しない。じゃあ上戻るんですね。上でいいだろうね、うん、ちょっとやっぱりうさんくさいとこばっかりですね、言ってることは。まあでも時代背景考えると多少はしょうがないかなとは思う。まあそのままね、野垂れ死んでもしょうがねえからっていうのはあるけどさ、ここですね、アルフィーノ。アルフィーノ、うん、あ、絵描いてんじゃん。あれ本当だ。ちょっとドリアチャイ話してみて。うめえ。うえさすが普通にやれてんじゃん、振りじゃなくてさ。全然うめえじゃん。ちょっとドリアチャイとさ、チャイヌーズさんに話してみて。じゃあチャイヌーズ行くね。なんかドリアチャイに言われてる。ああ、なんかね、あなたやっぱりあの手袋も買っておくべきだったかしら。あ、はいはい、なるほどね。よくあるショッピングの話な。そういうことね。で、行きましょうか。うん、おい、アルフィノ。あ、戻ってきてくれてよかった。少し時間がかかっているようだったが心配していたんだ。うん、うん、私は死体を書き死体なんだ。書き始めたのだが、うん、今なら夫妻の、注意もこちらにないようだ。手袋の足で鞭だからね。そうね。君の見学の成果を聞かせてもらっても。あ、サボってると怒られちゃうからね、うん、ここにいる人は天に召されるらしい。らしい。ドン・バウスリーには罪悔いを従えられる力があるか。それもあって市民には信奉されているようだね。しかしその罪悔いが市民の魂を天に運ぶという話は、ユールモアに入る者は多いが出る者はいないというのもそれに関係しているのだろうか。ああ、死体すら出てこないからね。天に行くってのは物理的に行くってことかい、つまり、うん、そう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 。だって永遠にさ、天に召されたとしてもさ、もしくはフロアがあってね、うん、うん、無理でしょ、だって、うん、自由にさす天候はあ、やりましょうか。なんか明らかにすげえ人がいっぱいいるとこに行くけど、これ、うん、いろいろ怪しいと思うんです。こっちは手袋の話かい。いつの間にやら助手と話し込んでいるではないか。下絵の方は進んでいるんだろうな。進んで見てください。これこれどうですか。いやーん、これはおい、どういうことだ。これではあまりにそのままじゃないか。あ、察しフォトショーか。アルフィノフォトショーできねえからな。模写はできるけど。なるほどね。半分にしないと。なるほどね。いや、半分じゃまだだな。半分でもダメかな、うん、半分でも無理だな。なるほどね、うん、65% オフかな。画家ならもっと気の利いた絵にするべきだろう。そうね、うん、豪奢で華やかに、それでいて気品にあふれ、見るもの全てを圧倒するくらい美しくの意味するところはしかし旦那様、これは結婚記念の夫婦の肖像画なのでしょ。お二人はそのままが一番仲睦まじ。あ、やべえ、これさ、うん、夫妻が見たら、夫人が見たら、うん、今の段階でね、夫人が見たら、うん、そのままだと私たちは現実を知りたいわけではない。完成した時になんて美しいと呼ばれる、喜べればそれでいいんだ。あ、なるほどね。現実を、うん、知りたいわけじゃないか。それは別にいいんだね。なるほどね、うん、分かったらとっとと書き直しよう。あ、なに、なに、何？決まりはびっくりした。なんだ、上の階からか。ピポーボンハン。あ、メオル受付嬢。メオル、メオルたち。ハロウィンシーズナルイベント中の受付嬢だもん。そういうことだよね、完全に、うん、みんな大変大変、一大事だよ。この町の秩序を乱す不届き者が現れたんだ。うー、怖いね。え、ドキ。でもでも、ご安心あれ。不届き者はすでにドンが捕まえてるよ。あ、自分のことじゃなかった、よかった。よかった。正義の鉄槌、秩序の回復。正義の鉄槌？鉄槌やばいな。ドンのお裁きをご覧、ん？ご観閲？ご観覧でいいのか。ご観覧になりたい方は急いで、原始の執務室に集合だ。公開処刑でもあんのかよ。マジで？ざわざわ、ざわ。ざわざわしてんな。
あら、不届き者なんて怖いよね。そうね、うん、くるっターンがさ、そうね、ターンに重力が発生してんだよ。キュッてなのね、あの裁きというのは。あ、気になるなら見てきていいぞ。いいんだ、見てきてもいいんだ、執務室はここよりもさらに上、元首のための階、受容の層にあるんだ。受容の層、うん、普段は立ち入っている場所じゃないが、今なら大丈夫だろう。南側のクラウンリフト前にの警備員に言えば案内してくれるはずだ。エレベーターで行くのね。行ってみよう。うん、お許しも出たし ね、この絵隠しとかなくて大丈夫ですか。うん、そうね。ご婦人見ません、ちらっと。そこはやっぱ旦那があれなんじゃない、隠すかい。うん、そういえばこの間の買い物のっていう話になるんじゃないのかね。そうだね。うん、こっちか、いた。チャッテン、上に登れるのか。これでいつも下しか行けないけど。あ、そういうことね、繋がるんだ。こいつは俺か、俺か。ダンの意向で、ご意向で、今は執務室を解放するんだ。おめえも行くか。行く。こういう流れで行くのね。もう全然行くだけ行ったからさ。あ、流れ全然わかんねえからさ。そうか。とりあえず行って言われるんだよ。使えるもんだからみたいなね。全部スキップだからわかんない。上に行けってとりあえず言われる。なんかすっげえなら。うわ、いるわ。ダークソウルで見た。あれがユールモアの元首。どういう、バウスリー。どれが顔かわかんない。わかんねえんだけど。つぶらな瞳をしてるのね、うん、すごい。後ろにライオンみたいなの言うけど、あ、え、積み食いだ。積み食いか。あ、これそうか、積み食いなのか。あの取り巻きは積み食いか。人を襲いもしないなんて、これが彼の力なのか。すごいじゃん、積み食い普通にしてっけど。だよね、うん。あ、さばかれる人だ。さっきの音の声ってやつか。あれは、すっげえ、あいつじゃん、あいつじゃん、パールの、うん、パール職人、パールマン。どうした、カイシルじゃないか。一体どうして目立つ行動をすると。そうなるよね。なんだお前たちは、うん、勝手に飛び込んできて失礼なやつめ。いきなり裁かれたりはしなかった。ドン・バウスリー、これは何事か。なぜ彼が傷ついているのです。うん、なぜって、罪を罰するのは当然だろう。そいつは嘘をついたんだ。嘘、敏腕商人だと言うから招き入れてみたが、叩けば叩くほどボールが出る。アルフィノがやるやつだったからね。下だけだからさ、エレジエだけじゃ無理だったんだ。そりゃね、金の話だからな。ユールモアは支え合いでできている愛の都だぞ。与えることもできないのに与えてもらおうだなんて許しがたいゴミクズだ。ゴミクズだ、うん。だから私は嘘の罰としてそこから飛んで出て行けと命じたんだ。ああ、さっきの画家みたいにな。うん、なのにそれだけは許してくださいなんてピーピー泣きわめく。なるほど。慈悲深き王者としては別のことで誠意を見せてもらうしかないだろう。うん、ヤクザじゃん。何をさせたんだ。そうだよ。ん、積み食いはユールモアの同胞、そして生き物の体を構成するエーテルはその餌になる。だからそいつには肉を捧げろと言ったのさ。自分で自分の体からそぎ取って。ヤクザじゃん。そう、そうですね、うん、うん、完全に自分の腹の肉をこう、なのに、はかりに、それすらも最後までやり遂げられないときた。まったくもって面白くもありゃしない。もうちょっと肉があるところにすればよかったのに。
指とかじゃダメだったん、うん、例えば ね、 ね、うん、確かに貝汁には偽りがあったかもしれない。だが彼は本当に強く、この都市に憧れていたんだ。それにこのような暴力と恥ずかしめで応じるのがユールモアの民なのか。品にかけるわな。そう怒ってるもん。ただ目立つと。へえ、浅はかなやつめ。この壊れた世界に夢のある楽園を築くことがどれだけ難しいと思う？それはまあ分かる。言うことは分かるね。必要なのは永久に脅かされることのない安全と、たった一つの揺るぎなき秩序だ。そしてそれをもたらすことができるのは罪悔いを従えられる私だけ。なんで従えられんねん。それが分からん。故に私こそが絶対の正義。その言葉に従えない者は処断すべき悪党なのだ。どんな些細なことでもな。あのさ、うん、ドンバウスリーのさ、うん、左腹の上あたりにさ、うん、あのデスストランディングみたいななんかいね。今チラッと見えたんだけど、次もし映ったらちょっともうちょっと注目してみよう。ここってこと？そこそこ。その布の下ってことね。そうそうそう。ちょっと分かんなかった今。それより足どうなってるのか気になるわ。俺じゃん。上級市民だったのかな。決まり起こる。自爆するから。あんま怒らすと。あんま怒らすと自爆するから。そうだよね。その手の向こう側なんだよ。あ、手の向こう側か。ところでお前、ここにいるからには腕を買われたんだろう。何のために雇われたんだ。バカです。絵を描くためだ。うん、そこはね。画家か。おっと。ならば私のために一枚描くのよ。これはやばいですね。やばいぞ。これはやばいですね。綺麗に描けたら、こたびの無礼を許してやろう。引き続き、ユールモアに住まわせてやるぞ。空気読んだ絵を描けばいいのかな。そうね。でもな、この人目超えてそうだからバレるだろうな。すごい、フィジックなのか。おい、何を勝手なことをしている。私が絵を描けと言っているのだぞ。あ、描かないのか、まさか。ヒール終わったら描くの。回復は先。あなたに必要なのは絵画ではなく鏡だ。やばい。醜悪の塊が煮崩れたようなご自身を一度よくご覧になるといい。いやー、これはやばいですね。もう歩けるかい。何も言わないけど。ちょ、決まりを残していかない。積もられるぞ。本当だよ。なんだ。あいつら、私を周りのことにストップしてしまったんですね。待ったのね。ほら、あそこに顔が。あ、本当だ。左上、ここね。そういう服なのかな。あいつら、あるね。怖い。許さない。人形にだってしてやるものか。苦しめて、恥ずかしめて、殺してやる。やばい、ヘイトマックスになっちゃった。こいつ強そう。踏み違える。誰かいる。あれ、うん、今のは。これどうすんの。もう残れなくね。あ、外に追い出された。そういうこと。外ですね。じゃあ喋るね。はい。どうすんの。出ちゃったじゃん。出ちゃったね。うん。
勢いでここまで出てきてしまってすまない。なるほど、中にはもう戻らない方が良さそうだし、このままコルシア島でを。マジで俺エーテライト解放してないんだけど。世界政府を名乗るユールモアの実態は十分に分かった。こちらでか積み食い討伐を目指すのであれば簡単には手を取り合えないだろうということも、うん、確かにね。私は君と共にクリスタリウムへ戻る。新たな道を見つけ先へと進むために。なるほど。あ、一旦ここ撤収すんのか。返しる、誤って済むことではないが、君には本当にすまないことをした。君が純粋だったからこそ私は君に嘘なんてつかせるべきではなかったんだ。いや、許してください。いろいろ教えてもらったのにうまくできなかったのは俺だ。全部自業自得なんです。それなのにアルフィノさんたちは俺を助けてくれた。本当にすみませんでした。ありがとうございます。どうだろう、君さえよければ一緒にクリスタルームに来ないかい。そうだよ、そうだよね。それだよ、一番安全な気がするけど。うん、働き口もきっとあるはずだ。うん、いえ、それじゃあ俺また周りに頼ってるだけです、うん、しばらくは一人でちゃんと生きていく方法を探してみたいと思います、うん、大丈夫かい。はいはい、まあいいか。わかった。だがユールモアからの追っ手がかかるかもしれない。それだけは気をつけてくれよ、うんうん、はい、お二人こそこのご恩はいつか必ず返します。それまではどうかご無事で。うん、つい、はぁ、ハルフィナちゃん。ああ、さっきのね。そっか、夫人ね。うん、来たんだ。チャイフさん、めっちゃ戸惑ってるよ。うん、お前たち何やらかしたんだ。中では今画家はどこだと大騒ぎだぞ。そうだよな。うん、おい、早いのね、結構俊敏。あ、見られたの。あ、ハルフィナちゃん、私あなたの描いてくれた下絵を見たわ。激高しちゃうじゃない俺。今までは綺麗で豪華な絵をたくさん描いてもらったけど、あなたの絵はちょっと違ってて、まるで私たち夫婦がそのまま絵の中に入ったみたいだった。あ、逆に褒められた。ねえ、とっても気に入ったのよ。だからどうかここに残って続きを描いて、ドンにはきちんとご説明するし、不自由はさせないから。うん、ただのいい人じゃん。ね、普通にいい人だったのか、なんかブチ切れてヤバくなるのかとか、本性隠してるのかと思ってたけど、うん、そうそう。いえ奥様、あなたには申し訳ありませんが、私が今ここでなすべきことはありません。なすべきこと？毎日を楽しく幸せに過ごすことの他に何をしなければならないというの？やはり私たちは行きます。この服もお返ししましょう。そうね、そんな、せめてそれはそのまま着ていって。どういう？それから私からお願いして、門の町の門はこっそり通れるようにしておくわ。だからいつか必ずまた来てちょうだい。なんという優しさ。なんだ、普通にいい人だったじゃん。ねえ、わかりました。ならばこれを私の怒りの記憶、誓いとしましょう。なるほど、その服に意味が生まれたんだな。そういうことね、着てるからこそのっていうことか、うん、次にお会いするときはこの町の欺瞞を正すときである。そのことを常に忘れるために、うん。アルビナちゃん、アルビナちゃん。マジか。なんだよ、いい夫妻だったじゃん。普通にクラックシル海岸のアルビナ。どこ？ああ、あっちか。戻れってことね。で、ジャンプ、スティルタイプ。そっか、船でね。もう一回戻るよっていうくだりはちゃんとあるわけだな、うん、クリスタリウム同行じゃなくて、あ、間違えた。それなんと一旦掘りとーどこいた。ゼムジェンマイ、あ、皆さん、悲しい事件だったね。江戸さん、改めてここまで付き合ってくれたことには感謝するよ。喜ばしい結果でなかったとはいえ、ユールモアの実態や考えが知れたことは第一世界の救済を考える上でも意味があったと思う。さあ、クリスタリウムで待つ水晶光のもとへ戻ろう。そうだった、そこからまた何度でも。私は諦めないさ。なんかわからん部分もいっぱいあるけど、解決しないところもいっぱいだけど、一旦撤収なのね。そういうことね。戻ってきた。
あ、そっか、船で行ったから。帰ってきた。ここでね。よいしょ。で、これはどこ行くの？近いのこれ。あそこのエテライトってなんだ。あれ、俺そこのエテライト触ったっけ？あれ？ここって何？多分触っ…あれ？ドッサル大門ってこと？それ触ってないよね。そうだよね。あ、ここか。それの話。ここね。確かに触ってなかった。ちょっと触る触る。アロマ桟橋前でございます。アマロね。ああ。どんだけ読めねえんだよ、文字がよ。これで全て解放したってことか。全部開いたぞ、これ。これで今全部。あ、マジで。リンクランド方面っていうのが出たから。触る触る。うん、触って触って。ドッサル大門、はい、アマロ桟橋前、うん、開いた。これです。全て解放しました。ボーナスとしてレイクランドへの転送も可能になりました。なるほどね。これでいっぺんに歩かなくていいわけだ。で、水晶湖行くのね。来た。門番、ご案内いたしましょう。うわー、あれ？ああ、そっか。アルフィノに触って。水上公務はアリゼの方だから。アリゼの方ってことね、うん、アルフィノに話しましょうか、うん、ちょっとじゃあこれで。コルシア島への旅お疲れ様。あちらで見聞きしたことも踏まえて今後について話したいのだが、君は先にアリゼに会いに行くべきかな。あれ、アムマアレーンの暮らしを知ってこそ思うこともあるだろうし、何より彼女が君に会いたがっていたからね。ついに、うん、妹よろしく頼むよ。江戸さん、終わった。やべえ。はい、ということで一旦アルフィノ編終了。マジか。ユールモア、コルシア島を行ってユールモアの実態をちょっと探って中に入って、ちょっと潜入して仲間作って敵作って出てきましたね。あ、うん、どうなることやら。謎はいっぱいだけど、テンって何とかね。そうだよね。メオルって何とか分かんないよね。メオルが一番気になる。いろいろ解決してないところがいっぱいある。人が入っても出てこないとかな。そうだね。じゃあ時間あるんで、うん、アリゼ行きましょうか。来た、ついに新しいエリア、うん、そうですね。じゃあアリゼ行こうか。アリゼを探して。やっと掘れる場所が増える。さあ、アリゼに会いに行くのだな。彼女は特にあなたを案じていたから再会を喜ぶだろう。でも戦闘のとこだったよね。最前線ですね、うんうん、いや、元はといえば私は彼女を最悪のタイミングで呼んでしまったせいなのだ。どんなタイミングだったっけね。それについてはもうちょっと覚えてねえな。どんなタイミングだったっけな。アリゼが飛んでったのって怒られたので許してほしい。そうね。怒られたんだ。どのタイミングだったか忘れちゃったよ。彼女のいるアムアレーンに出入りしている招待対象宛てに紹介状をしたためておいた。ミン工芸館の近くにあるアマロ桟橋に行って隊長のカサードにそれを渡すんだ。きっとアリゼの待つ知恵と導いてくれるんだろう、うんうん、ジムリトダーク直前か。あ、ちょっとアルフィの話で。ああ、そうか、喋れるんだった。全ての街はクリスタリウムのように自立心に溢れていればとここに戻って改めて思うよ、うん、しかし何を大事に思って生きるかはそれこそ一つに限定できるものではない。コルシア島に集う人々は説得だけでは動かないだろうね。なるほどね。水上公もついでに、まずは両方と再会してほしい。はい、ノルブランドのどういう状況かと。現象世界に用事があるときは、はい、了解です。そこにある巻、あ、これね、うん、現象世界への、あ、読みたかった。ああ、はいはい、原初世界のあの装置の元へと転移。あの装置じゃなんだ、あれか、手に持ったやつか。うん、いや、これじゃあどこに繋がるの。やってみる。いっぺんやってみようか。俺そこから出たことないよ、うん、あそこってこと。あの最初っていうか、なんか飛んだところ。どこだ。あ、ここに来んのね。え、じゃあどうやって戻んの。え、あんのかな。じゃあ俺が、あれ逆にこれでどうやって戻んだ。原初第一世界どうやって戻んだこれ。さっきのトランスポーターじゃない？ NPC おったじゃん。トランスポーター、ああ、そっかそっか、こいつか。いや、ここに置いてあるのか、それが。発見された装置はこちらで預かって。あ、はいはいはい、あ、使う。で、使うと、うん、またバタッって倒れるんでしょ。そういうことだよね。じゃあ、肉体はそこに落ちてんだ。いつでも。いつでもあそこに肉体は落ちてて。やだな。装置使いますかって言って、うん、使うって言うと、バタッって倒れるんで。で、いちいち何、モードナに運ばれてんの。いや、運ばれてないもん、そこに置いてある。ここに置いてあるの。そうそうそう、じゃないといつ戻ってきてもパッとスッて起きるんで、急にスッて、あ、起きたっつって。そんなバカな。あ、
非化繊は肉体ごと行くの？あ、そうなの？そっか、アニゼとかアルフィノは肉体あっちに残ってるけど、非化繊だけ肉体ごと行ってんだ。全部いけたよっていうやつになったのか。あ、そうなんだ。じゃあ突然奴らの目の前に現れて消えるっていう、そういうことだよね。フェアリーと契約するときその話あった。あーな、覚えてねえな、そんな話あったっけ、うんうん、先週の話なんだけどな。そうかそうか、これでまた大物じゃなくてあっちに行くんだな。アマロ、アロマ、これで、これ成功例って話は聞いてたから行き来はできるって言ってたけど、うん、肉体は残ってんのかと思ってたわ。そう、あ、こっちか。あ、これだってんのかな。ファサードに封書を渡す。はい、ファサードさん。お、見ねえ顔だな。もしかしてうちの対象に入りてんのか。そんなことはない。なんだよ、こうの客人かよ。ふむふむ、あのアレンにいる仲間に会いに来てったって。そういうことなら任せときな。ちょうど次の試合のためにあっちに行く予定だったんだ。一緒に乗せてってやっから、準備ができたら声かけてくれよな。できた。あ、じゃあ話しかけましょうか。もうこれも行くわ。お、準備ができたんだな。それじゃあ過酷な砂漠のためにご案内といくか。アマレーンに旅立つことができるようになりました。以降、アマロ桟橋の熟練のアマロ使いと話すことで移動することができます。なるほど。ここはね。で、未開の地に入ったから経験値入る。あ、2でした。わかりました。うん。砂漠だ。アムアレーン。その乾いた土地にあった国は、ナバスアレンといった。昔、そこを旅した時に、日に焼けた老人が教えてくれたことがある。彼らの言葉で、アムは偉大な、アレーンは大地なのだという。光の氾濫があり、かの国も滅びた今、人はどんな思いでその名を呼ぶのだろうか。眺めてますね。眺めてますね。地盤が傾いた。来た、アムアレン。ハザードと話す。ここの BGM もいい BGM ですね。そこにあれがトランスポーターがいるのね。それじゃあハザード喋るか。なんかすごくね、ニーヤっぽいんだよな、雰囲気はな。全体的に。なるほど。色合いがまあまあそうか。ハザード。くぅ、やっぱりこっちの気候は厳しいな。天を光が覆うが、昼は暑くて夜寒いのがこうやってもんだ。おめえも対策をしっかりしておけよな。え、夜寒いの？明かりのままなのに。どういう仕組み？ずっと暑いじゃなくて。じゃないってことだね。太陽が昇ってるわけじゃないからか。ああ、あくまで光の反乱ってだけだから。電気ついてるだけってことか。ずっと24時間、そう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 、電気つけっぱってことだもんな。で、時計見て、あ、今19時だって言うと夜だから寒くなるっていう、そういうことだよね。さて、水晶宮からの紹介状によると、おめえをアリゼがいる旅立ちの宿って場所まで連れて行ってほしいそうなんだが、あそこはちょっと遠くてな。まずは手前にあるモルドスークっていう集落を目指そう。オラが仕事ついでに案内してやるよ。じゃあ、おめえらここは任せるぜ。よし、まずは南西に向かって直進だ。なるほどね。あれ、乗りたい。運転手、頼むよ。いい感じに頼む。うん。これはせっかくだからね。すげえ怖いんだけど、あそこ何？あれか、フェイトか。怖い怖い怖い。ギガテンだ。ギガテンだ、いますね。アンコモンギガテン。ちょっとギガテンだ、怖い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 。何これ、気持ち悪いな。サボテンだ、全然あれだったのに。ああ、なんか怖い怖い怖い。
ちょっと運転手頑張って頑張って、アルマジロがいる、デザートアルマジロ、なんかあギガテンだ戦ってる、怖い怖い怖い、え、どこ行く、どこ行くの、どこ行く、ああ風脈やっといやっといで、ありがてえ、すっげえ狙われてるけど、敵は俺に任せろい、すっげえ狙われてるけど、なるほどね、この運転手有能ですね、ちょ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 、え、これ落ちるの、落ちないの、びっくりした、ちょ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 、怖い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 、もう危ないわ、オッケー、おお、なんかすげえ歌ってる踊ってる、ふみやく触った、ふみやく触った、よしよし、お祈りするよ、このさ、うん、インプロビゼーションのさ、うん、スッて終わる、スッて終わるのギャグなんだけど、完全に今のこのふわふわあの黄色いやつ、そうそうそう、スッて終わんねはい、お願いします、お願いします、運転手護衛もいる、あ、もうすぐそこだったんださ、あ、町というかその集落に行く前にここ喋んなきゃいけない、着きました、はい、まずはパスワード、ちょっと待った、おめえは初めてアムアレイに来るんだってな、うん、なら砂の川を渡る前にそこでちょっと振り返ってみろよ、うん、ん？ん？こっちってこと？指定地点で見よう、あ、ここか、後ろ振り返るね、こういうこと、ね、眺めてるよね、それの説明かな、かな、明らかに斜めってるもんな、うん、なんか錯覚じゃないもんね、酔いそう、そうだよね、でっけえだろ、ここらにまだナバスアレンって国があった頃の城、北方を守護するカスールシャルさ、うん、カスールシャル、これほどの城を作れるくらいだ、ナバスアレンはノルブラント有数の大国だったらしい、うん、が光の反乱によって首都を含めた領土のほとんどが消失、わずかに生き残った連中もおおむねよそに身を寄せちまった、うん、今じゃもう国はおろか好き好んで来るやつもいねえんだ、あの立派な城でさえ俺たち大将のアマル止めってわけさ、うん、でもまあ何事にも例外はあったろ、ここから行くモルドスークはまさにそんな場所だから少しは楽しみにしてるといいさ、うん、なるほどね、それじゃ再出発だ、こっからさらに南西へ進むぞ、うん、ちゃんと観光案内をしてくれるんですね、もう荒野になっちゃったんだね、なんもないのね、明らかにあそこにあるな、ありますね、ペライトが、あの新しい街か、砂漠？砂漠だね、すげえ砂漠だね、ああもう待ってる、運転手が待ってる、運転手が待ってる、はい、よし、もう通った、運転手お願い、おーあっちね、あっちじゃ、え、シビルス、シビルス、シビルスってなんか素材あったの分かんない絡まれたけど、絡まれたね、お暴走族集団だよ完全に、あ、いや、あそこにあるぞありますね、あるぞ、登れる登れる登れる、これ、うん、登っていけるの、いけるの、あ、すごいすごい、すごい、なんかバシバシバシってなってる、バシバシってなってる、風脈、風脈きた、まあ、これはでも進んでいけばすぐ見つかるやつだから割とだね、ありがとう、どこ、あっちか、あ人が死にそう、ええ、どこどこどこあ、ぶんねシビルスに絡まれてたのか、さっきの絡まれたやつずっと戦ってくれてたけどレベル70だったからしんどかった、あ、そういうことね、危ない危ない、行け、乗ってもいいのよ、そうね、乗ってもいいよ、もう1人空いてるから、うん、乗ってもいいよ、うん、4人目の席が、うん、乗り乗り、あ、だから自分でね、バイクでね、OK、ギガテンだ、怖えな、針何本なんすかね、そうだよね、ギガでしょ、ギガ、これ何本だ、あげてみたらわかんない、あ、はみ出した、終わっちゃった、うん、モルドスークつきましたね、針100万本とかなのかな、おい、ありがとう運転手、
カサードさん。よし到着だ。ここがひとまずの目的地、モルドスークだ。おう、お前か。なんかバーザーみたいに見えますね、一応ね。なるほど、確かに、うん、モルドの位置、はいはい、モルドスーク前のカサードは楽しげな様子だ。この集落はよ、モルド族の奴らが仕切ってんだ。モルド族、うん、光の反乱以降、行き場を失った人の一部が流入したから、ヒューム族なんかも住んでっけどな。うん、おめえ、モルド族に会うのは初めてか。うさんくせえし、体もくせえけど、いいやつだぞ。まずは族長の、族長のゲンさんに挨拶しに行こう。俺が仲介をしてやるよ。モルド族、モルド族って誰。デゲ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 ー。あとアマロポーター、アマロポーターね。うん、はい、うん、はい、なんかいろいろあるけど、まあ一旦な、とりあえず触るか。そうですね、エーテライト触ろう。これは触りたい。まずはそっからだな。光の戦士はこれを見ると触らずにはいられない、もう禁断症状が出てしまう。もうエーテル中毒なんで。エーテル中毒、完全エーテル中毒なんで。えあ、こっちじゃねえな、こっちって書いてある。んどこだ、全然違うぞ、場所どこだ。あ、そっちか、こっち、南だな。はいはいはい、どこや。あ、こっちだ、いたいた。どのぐらいだっけ、カサードのとこで、ここでゲンゲンさん、はい、行こう行こう。これがゲンゲン、カサードにも話してみよう。カサード、最初にな。ああ、どこでカサード、こっちか。こちらは族長のゲンゲンさんだ。ゲンゲンさん、ゲンさん、モルド族。おお、来た。喋りはしねえんだろうな、さすがに。喋んのか。すごいな、まあ、完全にコボルトですね。コボルトだ。これはモルド族、コボルト族、つぶらな瞳だ。コボルト族にしよう。そうね、うん、コボルド族、タイタンの時はお世話になりました。ゲンゲンさん、ちょっとこいつが今話した水晶校の知り合いです。声が全然違う、全然声違うじゃん。詳しいね、イメージと違うよ、うん、あー、はじめましてよ。捨てるものを拾う町、モルド通区にようこそね。逆に右をやってた声優さんのモノマネしてた中の本人の人が左をやったら、うん、なんかあのカエルが出てくるアニメみたいになっちゃうな、これな。カエルが出てくる。モルドスークはモルドの位置って意味でな、スークその名の通り、ね、今となってはアムアレーンで最大の賑やかな市場があるのさ。ここが最大なんだ、アムアレーン。はあ、ここらの鉱山で取れる鉱石はもちろん、他では見かけない面白い品も出回ってる、うん、買う買う。アムアレーンに好んでくるやつはいないって言ったが、ここだけは別だな、うん、掘り出し物を探して商人連中が集まってるよ。はい、みんながいるものどこにでも売ってるね。そうでないものここにしかないよ。ドラゴンガンダム持ってるじゃないですか、ね、ドラゴンガンダムですね。遠くからのお客さん、高値つけるお客さん。だからスークはいつでもジョジョね。この世界にあるものでいらないものなんてないね。それから006、6だっけ。ああ、うん、6だっけ、6だっけ、わかる、言いたいことはわかる。3だっけ。ゲンゲンさん、それ毎回言ってるよな、代々の教えだったっけか、うん、まその信念があったからこそ、種族を問わず難民を受け入れてくれたんだろうさ。ありがたいことだ。なるほどね。さて、これからアムアレーンで活動するなら、お前もこの集落の連中と仲良くなっておくべきだ。ここでは信号が来た時にある儀式をして信頼関係を結ぶんだが。ある儀式なんですか。変な虫とか食わされんじゃねえよ。いいよ、発売してってよ。発売、市場で売ってるものを何か一つ買えばいいね。ほう、値段は高くても低くても構わないよ。へえ、いいところじゃん、コミケみたいだよ。なんかすごい昔のということさ。そして
このために使ってほしいと水晶校からの封書に小遣いが入っていてな。いくら？あれれ、水晶校気が利くな。100万ぐらいください。驚くなかれ、フッブート金貨だ。すごいじゃん。いや俺も久々に見た。いくらの価値があるそれ。フッブート金貨だって。本当に家が建つぞ。すげえ集まっちゃう。ざわざわすげえ怖い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 。さっき暗かったからな、コルシアと。フェイト始まりそう。あ、コルシアと暗かったからちょっとこっちは緩急で ね。よくできてんな今回ストーリー。で逆に順番的には合ってたかもね。順番的に合ってた、うん、これが後編でよかった。これ先だったらなんだ思ったよりみんな元気じゃんってなるもんね。そうだね、うん、よって見てって買ってって。マザークリスタルだ。よって見てって買ってって。そこそこめ立ってくんだ。みんな落ち着くね。落ち着くね。こちらの人はまだしばらく荒野を旅するそうよ。かさばるもの、重たいもの、壺、よくないね、うん、旅するには元気がいるね、うん、発売はロンロンのうごめく食料品店で何か食べてくのおすすめよ。うごめく何かを食べるんですかね。そういうことかな。まあまあ、食べ物を実際に、うん、その文化の食べ物を一緒に食べるっていうのは、うん、なんか実際にコミュニケーションではすごく重要らしいですよ、うんうん。同じね。うちもだってね、例えば海外の人が日本に観光に来て一緒に納豆を食べたらちょっと友達って感じあるじゃん。納豆いきなり行くんだ。そうそう。そしたらおーお前すげえなってなるじゃん。わあ確かに、ね。いけんのこれ、やべえこいつ、うん、ちょ根性あんなみたいな。これいけんだったら他も割とどうとでもなるわみたいな、ね。次のとこ行っていくかいみたいな感じでちょっとなるよね。それがさ、やっぱ中無理なんでとかって言われると、あ、まあまあそうだよなって感じになるよね、空気的にはね。うん、何食うんですか。置いてあるね。ああそういう感じさ、いや確かにな。貝、いや。貝じゃないな。あー、これはカブトムシですね。タンパク質豊富だな、これ。カブトムシですね。うん、タンパク質豊富なやつだわ。あとカエルね。なんか色が変なカエルな。横たわってるでかいカエル。それも食べれます。これ食べれんの？それ食べれます。首締まって赤くなってんじゃないの、顔。あ、そんな感じあります。あの首の部分が一番うまいんで。首締まってるよね。うん、あの頭が一番、頭が一番うまいんだ、あれが。目玉みたいなのも置いてあるけどね。ほんとだ。瓶に詰まって。これはちょっと怖いですね。肉乗ってますよ。肉乗ってて大丈夫ですか。肉乗っちゃってますね。うん、うん、行くか。怖いな。ロンロン、いらっしゃい、ダビートさん。うちで発売していって、ついでに元気もつけていくよ。ささ、まずは自慢の商品をじっくりまじまじ見ていくといいね。カエルすげえ刺さってんな。商品の確認を開始します、はあ、陳列されている商品に対してズームをしてからボタンを押してみましょう。はあ。品定めだ。そういうことね。おお、ゲテモノいろいろあるけど、左のね、あのパンみたいなやつはちょっとマグロっぽいよな。これはパンですね。ちょっとズームして。ズームして。パンですね。平べったいだけで。パンね。これ食べる。一番楽だよね。それはだらだらよだれパンね。中に甘酸っぱいサボテンの実がたくさん煮込んであるからパサパサしても大丈夫。健康にもいいんだよ。あ、普通にうまそうじゃん。ね。うまい。最初そうね。ちゃんとハムなの。ハムなのね。肉じゃなくてね、まあ肉は肉だけど。あ、干してあるのかな。それはメラメラやる気ハムね。さあ、リザードの貴重な部位を秘伝のスパイスでハムにしたよ。ちょっと変な匂いがするけど食べると体がカッカするね。リザード、トカゲ、うん、なるほどね。あとは、わあ、カエルね、右の。まあ、カエルはありますから、実際。まあ、ね、串焼き。まあまあまあ、あるあるある、まあ、モズっぽいけどね。あるある、うん、あれ壺かな。こっちでいいのか。もろな。これはこの形では食ったことないな、俺。唐揚げは食ったことあるけど。ああ、足だったら別にね、唐揚げにしちゃわかんないからね。そう。それはもちもちおやつくしね、うん。近くの遊具に隠れてる小型のカエルをシンプルに焼いたよ。あっさりしていて食べやすいね。普通に美味しいからね、カエルの足。うん、鶏でしょ？鶏肉っつうか、うん、そうね。うん、なんかフグみたいなもんでしょ？そう。フグみたいなもん、フグみたいなもん。そう。ただ、俺それは食ったことない。俺もないよ、さすがに。これはない。イナゴは食ったことあるけど、佃煮だからさ。ミルワームバーガーってのあったけど、さすがにその時俺食えなかったな。これは、しかも結構生だよ。生だね。焼いてないよ、これ。あのドキュメンタリー番組で見たことある。ああ、行ってみましょう。うわ。それはプリプリミミズ漬けね。ミミズなの？白ミミズ、みんな大好き。白ミミズを蜜に漬け込んだ夢の一品よ。これ以外のスイーツは食べられなくなるね。うわ、見た目すげええぐいけど、多分普通に多分美味しいと。甘くてね、うん、
通にクリーミーで美味しいんだと思う。見た目だけちょっとごめん。これが要するに漬け込んでる状態ってこと？そうそうね、そうね、瓶が漬け込んでんだよね。そういうことね。蜜漬けだもんね。甘くて中がクリーミーでちょっと酸味もあってってことでしょ、きっと。まあね、普通にうまいんだろうな。虫の幼虫は確かにクリーミーだって言うから。そうそう、言う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 。貴重なタンパク源だし。そう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 、見たことある、食べると、うん、いや見た目がちょっと怖いな。あ、頭はね食べちゃいかんね。そうそうそう、頭はちょっと取らないかんね。どう、知らずに食べさせてくれって感じだな、それだったら。なんか包んだりしてね。じっくりしっかり吟味できたね。それじゃあ通りを買っていくね。パンパンパン、これはちょっと光の戦士としてはやっぱり冒険大好きですからね。どれ行くかによって難易度変わりますよ。弱イフ、深イフ、イフ、極イフ、絶イフ。変わんのかよ。なんか弱点になってるとかね。そのこれこれうまいこと、これ面白いな。下に行けば行くほどゲテモノ感強い。そうだよね。上が一番イージーコース。やっぱそうなんだよね。うん。江戸さんだったらどうするよ。ここに来てでしょ。これはじゃ俺からじゃあ行こうか。俺マジレスすると、うん、俺この状態もし本当にこの現場に遭遇したら多分もちもちおやつくしですね。うんうん、ああ本当に、うん。カエルだったらいける。ただちょっと耳すすぎはごめんって感じ。カメラ入ってんならこれだわ。そうね、間違いない。それはそう。それは間違いないね。カメラ入ってないですから。興味はあるのよ、ミミズ漬け。興味はあるけど、興味はあるけど。ここはちょっとさすがにひよってっからな。それは上2つはない。これはね。だって味の想像つくじゃん。別に上2つはいいよ。わざわざこういう機会で食べなくてもさ、家帰ったら食べれるんじゃん。コンビニ売ってんの。もちもちお安くしはなかなか手に入らないし、ミミズ漬けはもう完全にもう トライですよね。ちょっと耳漬けてみっか。マジですげえな。もういや、カエルは結局食えるからさ。食えますね。これ食うことあんまないじゃん。経験だね、そこはね。ちょっと行ってみるよ。そうね。プリプリミミズ漬けを食べます。勇気あるね。いやこれ行くしかないね。ミミズ漬けやっぱりそれ選んじゃうよね。ロンロンも大好きよ。それじゃあお題を頂戴するね。これさっきの渡すの？じゃあウップイトキンか。フードキンか、確かにいただいたね。これなら壺15個分のミミズ漬けが食べられるよ。瓶で、あ、瓶って言ったら壺しちゃった、うん、15個分の瓶いらないね。どんだけ食べたらいいんだろう。毎日一粒食べても1年以上持つぞ、うん、これおやつがすごいことになるね。太るな。しかも壺漬けだったら、あ、瓶漬けだったら持つからね。持つよね。持つ、保存食だよね。やられてんじゃん。あ、やられてんね。全部食ったの1回で。全部食ったの。の食べれき、食べたのか食べきれなかったのかってことね。あ、なるほどね。いや15瓶は、うん、15瓶は、うん、物理的に食べれねえし。やめちゃ、これはね、いや、ここはやっぱみんなに分け与えないっていう。やっぱりそこはご祝儀でな。そうそうそう、みんなでどうぞ。そう、カイジもご祝儀やってたしな。みんなで同じものを食べて、うん、テーブルを囲もうということでね。残りは皆さんでどうぞ。はいはい、そういう解釈ができますね。うん、やったー、みんな旅人さんに感謝するね。それからここまでの健闘に拍手。あ、素晴らしい。その通りの解釈で受け取ってくれてよかった。そういうことだね。扱いもこれで成立ね。スークの仲間が増えてロンロンも嬉しいよ。ゲンゲンさんにも伝えておくといいね。はい、おっと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 。慣れないもん食うから。てか別に多分さ、うん、ミミズじゃなくてもさ、ハチミツ漬けあんだけ食ったらさ、うんうんうん、こうなるぜ。単純に糖分がすごいよね、うんうん、普通にケーキあんだけ食えないでしょみんな、うん、食えない食えない、うん、吐くよ普通。これ2000円かなんかのケーキの食べ放題。いや無理無理、あんな行って2個しか食えなかった。そうなるそうなる、うん、そうそうなる。残りの時間ずっとポテトサラダ食った。そう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 なるそうなる。でそれをカップルの、若いカップルの男の方がちょっと生きってて、うんうん、俺全然いけっぜとか言ってわーって食ってて、うん、後ろの席で、うん、うわって言ってんの聞いたことある。うわって言ってんの聞いて、聞いたことある。あれは無理だよ。無理だね。だから女子が本当にたくさん食うじゃん、ケーキ食う人って。そうね。だから何個も食う人ってなん、どういうな、味覚なのかさ、感覚なのか分かんないけど。年です。本当？おっさん、おっさんは甘いもんちょっとしんどいんす。甘いもんと霜降りの肉はちょっとしんどいんす。サシ入った肉しんどいんす。よし、じゃあ、次行こうか。あそこに戻るんだな。あ、こっち。ゲンゲンさんとこに近い。近づくのか。はい。ゲンゲンさん。ここから見てたよ。江戸さんの扱い気持ちいい買いっぷりをしてくれてありがとうね。
これで江戸さんもスークの仲間、次に来た時は常連ね。あんまあれんで困ったことあったら偏ってね。いい、いい人じゃん。普通にね。うん。カサード。カサードか。あ、一応ボスに話を。あ、またもらえるやつ、ね。多分それは腹ごなし。385。はい。なんだっけ。ガハハ、根性あるなおめえ。まあロンロンが扱ってんのはおおむね悪いもんじゃねえから心配はすんなよ。さて腹も膨れたことだしよ、いよいよおめえを目的地に連れて行きてんだが。あ、そっか、ここじゃねえもんな、うん、悪い、おらにも少しだけ時間もらっていいか。このモルドスークで早めに済ませなきゃならねえ取引がいくつかあるんだよ。そりゃ仕事できてますからね、笠原さんもね。うん、まあ稼いでくれ。あ、手伝うって。手伝うって言ったね。お、手伝ってくれんのか。言ってない言ってない。ありがとな、そうしてくれると手早く済むぜ。おめえにメモを渡すからよ、そこに隠れてる3つの品を受け取ってきてくれ。事前に代金払ってやっからお使いしてくれ。それじゃあオラも自分の担当分回ってくるぞ、また後でな。うん、なるほどね。カサードのメモ、はい。でも何て書いてあります？これで違う、どれだ、これか、来た。トントンに頼んだ食用サボテン、トルトルに頼んだ、あ、何を。じゃあ俺下覚えるわ。はい、トルトル鉄鉱石覚えた。うん、俺はトントンの食用サボテン。はい、まだあった。ナバスアレンの骨董品はミールミル、ミルミルナバスアレンね。ミルミルに手配を依頼してムールムルからの受け取り。じゃあ俺これ覚えるよ。ナバスアレン、ミールミル、ムールムル。ああ、そういうことね。俺はトントンに頼んだ食用サボテンとトールトルに頼んだ鉄鉱石。はい、そうです。俺は大変なクエストだぞ。一応なんかすでにある、ナメシ側。左にログ出てますけどね。あ、でも喋ると流れっかな、うん、まだ食べないね。なめし側違うのね、別にね。いらんもんだって、なめし側は。そうだよね、鉄鉱石と、うん、ナバスアレの骨董品と、うん、サボエンのやつでしょ。そうだね、どこにいるんだろう。あ、あそこ光ってんな。え、違うのか、ラットガールだもんな、全然違うな。全然違う名前だよ、名前で。あ、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 トールトルいた。あ、トールトル、鉄鉱石、鉄鉱石いた。もしかしてガザードの代わりに来たね。じゃあ何を渡せばいいんだっけ。鉄鋼、あ、だ、銅鉱石、鉄鉱石、釈用、釈鉱石、鉄鉱石です。はい、はい、ああ、そうそう、鉄鉱石ね、ちょうどその箱がそうだから持っていくといいよ。素晴らしい。トールトル鉄鉱石終わり。はい、次、次はこれはラッドガールだから違う。三三、三三は、うん、これだからはみ出てっけど、俺はみ出てますね。うん、あ、あ、いた、トントンいた。トントンはサボテンな。トントン、生サボテンさっけ。うん、他は何て言われるんだろう。あ、カサドさんのお仲間ね、待ってたよ、それが食用サボテンだから。あ、食用サボテン、そのままでいいのか。生サボテンじゃねえ。ん、これは誰。はい、ラスト。あ、ムールムル、ムールムル、おったおった。普通にムールムルね、そのまま喋っていいのか。ヒヒヒ、一品が手に入ったね。ちょっと騒ぐ記事だよ、それはもう買い手がいる商品よ、もっと高値を払ってくれるのは考えてもないわけだからやけどね。ムルムル、え、高値 なんだカサードのところの人ね。そういうことなら先に名乗ってほしいよ。お察しの通り、それがナバスアレンのことひね。もちろん中身は入ってるから持っていくがいいよ。ああ、そのままいけんだ。ありがとうございます。最初のあれだけだった、ね、これで終わりか。うん、鉄鉱石だけでしたね。うん、危ないのはこっちか。トールトン、ビールビルもいる。なるほどね、そういう名前なのね、この人たち。うん、さあ、お、もしかしてそっちはもう終わったのか。これ3つ箱にすでに入れてきた。すごいな。あ、確かに頼んだのは
これで全てだ。いや初めての場所なのに早いもんだな。おめえのこと水晶光と同じデブ賞かと思ったが、こりゃ随分旅慣れしてんな。しかしこうなるとちょっと困ったな。実はよ、この店との取引で手違いが起きててな。うん、手違い。これから仲介の商人も呼んでいろいろ問い詰めなくちゃならねえんだ。あ、トランプみたいになっちゃったんだ。おめえにはしばらく待ってもらうことですなって。突然トランプ。もう誰？あれ、笠原さん久しぶりだね。アリセ？違う、トカゲ。トカゲが喋ったら面白いけどね。毒で死ぬけど。おう、手すりいいんじゃねえか。ちょうどいいとこに来たな。こいつがおめえんとこに滞在してるアリゼに会いたらしくてな。あ、この人のとこにいんだ。案内したいが手が開かなくて困ってたんだよ。あ、じゃあこの女の子にタッチ交代かな。そういうことだね。もしかして江戸さんさん。お、知っとるんかい。すごく強くて世界を股にかける旅人で、あっちでもこっちでも引っ張りだこの、あの江戸さん。タコなの？江戸さんなの？タコタンです。やっぱりアリゼから お噂は金がね。まさか本物に会える日が来るなんて。見た目だいぶ違うけど、アリゼ大丈夫かな。ショック受けねえかな。そうだね、変わってるからね。誰ってなるもんね。私はテスリン。アリゼが用心棒してくれている旅立ちの宿の世話人です。用心棒、え、強いの。もしよろしければ私が案内を変わろうか。こっちはちょうど買い出しが済んだところだし。おう、そいつは助かんな。そういうわけでよ、一旦お別れだけど、うちの大将はしばらくここに滞在してる。おめの用事が終わったらクリスタリウムまで送ってやるよ。そういうことね。ありがとうございます。うん、終わった。終わったわ。ちなみにこのクエスト私ドイツ語プレイだ。全 NPC 話しかけましたからね。わかんねえから。わかんねえから、もう全部よ。光ってるやつ全部。選択肢も全部。トールトルとかだからね。そうそう、全部。鉄鉱石かな知らんけど、全部選択肢。たまに当たるんで。なるほどね。また帰るときに会おうな。よかった。ありがとう。じゃあ、手すりに行くわ。もうそもそもだってメモが大事なものに入ってることすら気づかねえからな。あ、言ってないから。言ってない、わかんねえ。言ってるけど、読めないからね。わかんねえから、メモなんか入ってんだと思って今びっくりしちゃって。琥珀の砂漠を行くモルドスークの手すりは早速出発したいようだ。俺もさて、そうと決まればちょっと行きましょう。江戸さんさん、アルゼにも早く会わせてあげたいし。私たちの暮らす旅立ちの宿はここモルドスークからさらに南にあるんだ。うん、ということで出発の支度をしたら門の外で集合しよう。私も荷物持ってそこに行ってるね。うん、なるほど。はい、もう準備も何も行くぜ。もうそこにエイトラ触ったしな。 OK だな。触ったね、大丈夫だね。 OK、 じゃあ手すりなんか持ってんな。その品物なんかあれね、ここに買い出しに来たのね。あ、来た来た。それじゃあ南に向けて出発するんだけど、一つだけ頼み事していいかな。それ持てって。そうね、力強いから。この辺りには買い物帰りの客を狙って植えたコヨーテがよく出るの。私も護身程度には剣を扱えるんだけど。強いんじゃなかったの。そのいろいろと安くしてくれるって言うから買いすぎちゃって、荷物を抱えて歩くので精一杯なんだ。あ、荷物を持つのはやっぱり自分なのね。だからもしコヨーテが出たら追い払ってくれるかな。いいよ別に。よかった、さすがアリゼの憧れの。おっとっと、なんでもないない。さあ行きましょう。なんでもないない。なんでもないない。ガイナックスの俺だ。昔のガイナックスの。なんでもない。ああ、また運転手。あ、こっちじゃない。違うね。これ偽物だぞ。これ偽物言われてる。かわいそうに。これちょっと本物の方に行かないと。頼むよ運転手。危ない危ない。連れ去られるとこだった。あっちに乗ってたら違うとこ連れて帰ったな。あの、海外行った時タクシーはマジで気をつけないと。うん、変なとこ連れて行かれますからね。そういうことだよね。サンドモールがいる。サンドモールを見せていくスタイル。うん、あ、デスリンが早速飢えたコヨーテに捕まっているんですか。よいしょ。
と、さてスリーン。待て、あ、ちょっと休憩所少しでも欲しい。まあ始まるよね、始まるよね。いきます。何やってるんだ。あ、もうワンダー、ワンダリング雇用手がいっぱい。ワンダリング雇用手がすごい。違う、ディフェンダーになってる。いや、早い。何もせずに終わった。ごめん、言った外からだったね。大丈夫、怪我はない。それにしてもあなたって本当に強いんだね。私から見たら以前も十分に強くて勇敢だけど。なるほどな。で、しみじみしてる場合じゃなかった。また急に襲われるより、今度はあなたに先行してもらって、コヨーテがいたら倒してもらう方がいいよね。申し訳ないんだけど、少し先で見渡してみて、よろしくね。見渡すの。はい、分かった。後ろ置いてかれてる。見渡す場所に行くと。運転手。あ、文脈だ。ああ、これか。だから運転手がなんか待ってたのか。文脈、文脈、文脈。はい。おはようございます。これで、ここら辺トルバがいる。カメ、あ、あったあったあった、ステージ線で見渡す。どこかにいるかしら。シャンドボール来てるけどね。おー、湧いてんな。デシュレート、すげー湧いてんな。デシュレート、あ、もう一回原車の解放、デシメーッ、デシメーッ、エクリブリウム、デシメーッ。終わった。あ、まだいる。ほら、よし、ミスリルテンペスト、ミスリルテンペスト。まだ出てくる。 2巡目だったな。オーバーパワーからミスリルテンペスト。これで終わったろ。終わった。終わった。はい。で、あ、戻んのか。うん。ここ登れんの、これ。登れないのか。あ、登れた。おっとおっと。あれ、サンドモールに絡まれる。なんかいたよ。あ、よく無事でよかった。コヨーテの鳴き声がここまで聞こえてきたから、ちょっとドキドキしちゃったよ。安全を確保してくれてどうもありがとう。それじゃあ私も頑張って荷物を運んじゃうよ。うちの運転手に持たせれば早いけどね。車乗せたら楽だよな。ねえ。よし。ああ、違う違う。ちょっと待って待って待って。乗せてくれんなら乗ります。乗ります。OK。おい。超砂漠だね。てかなんかすげえな、あそこの奥の。エーテルの塊。そうね、うん、間違えた。なんだ、溶岩魔人だ。溶岩魔人だ。んごっつい。ベベベベベベ、攻撃される。おお、ここか。2階の土地にどんどん入っていく。あ、あれだ、エーテライトある。セスリンさん、着きましたかね。着きましたね。はい、到着。なんかモブハントなんかクリアしてる一個。エイトさんのおかげで荷物も無事というか、私一人だったら大ピンチだったよね。本当に何かお礼ができたらいいんだけど、とりあえず中に入ろっか。まずはね、エーテライト触らせてくれれば一旦いいよ、それで、うん、ムービーだ。うん、新しいとこだからか。これ喋りそうだな。そうね、うん、アルフィの登場かな。アリセイか。うん、結構ボロボロだね。うん、うん、寝れんの、あそこで。光当たったままだけど。改めまして、旅立ちの宿にようこそ。喋んなかった。クリスタリウムからのお客さんなんてアリセイ以来かな。誰も来ねえんだ。うん、見ての通り、ここでは数名の患者たちと、患者、私たち世話人が暮らしてるんだ。あ、動ける人だから。患者って何。肝の病気だな。ああ、そうね、うん、
何の病気だ。何のって、本当にアリゼの仲間なんだな。ノルフラントに生きていてこれを知らない人が彼女の他にもいたなんて。知らんからね。こっちではもう当たり前なのね。そういうことだよね。ここの事情は後でアリゼに聞いてみて、きっと彼女の方があなたにうまく説明できると思う。あ、客観的に見てるからか。はいはい。もっと病気、この世界では常識ななんか病気があるんですね、流行り病。明るい、すっげえ明るいとこだからな、女な。手すり行きましょうか。手すりそのまま、はい。あの娘の足跡、墓じゃん。墓写ってっけど、明らかにね。アリゼ墓入ってたらどうする。ああ、その展開は想像してなかったな。確かに可能性ありますね。アリゼの姿を探しているようだ。病気に移っちゃって、病気がね。あの娘の足跡だもん。だって進行が早くて、これやばいです。アリゼ死亡ルート入ってますね。そうですね、さて、当のアリゼはと、いないみたいね。ってことは外の見回りに出てるんだと思う。見回り、見回りの時は物見櫓を拠点にするから、そっちに行ってもらえればここで待つより早く会えるかも。なるほど。物見櫓は南側の出口から出てすぐだよ。私は入れ違いにならないように仕事をしながらここで待ってるね。わかった、南行ってくる。ああ、びっくりした。普通に坂になってんのか。ああ、あれか、物見櫓って。アンバーフィールド、これ物見櫓だったんだ。そら、ああ、風前脈だ。風脈じゃ、風脈じゃ。なんかすげえな、ここ断崖がすごい。風脈、風脈、風脈で、指定地点ここね、物見櫓のとこって言ったらね。はい、登りはしないのか。行きます。指定地点、始まりの宿のエーテラって触ってないな。あとでまた思う。確かに、アリゼの姿はないが、近くに新しそうな足跡を見つけた。なるほどね、それを追っていけってことか。みんなの足跡、どの足跡。みんなの足跡がどの足跡だ。新しい足跡ってどれ。これでも先に触っといた方がいいのか。まあいいか、別に。どうせ戻ってくると、あ、いや、一回じゃあ。一回行く？そうね、一回触っていこうか。飛べるようにしといた方がいいんだろうね。そうだね、その方がいろいろ楽かもしれん。ちょっと戻るわ、みんな。ごめんな。触んない。多分みんな触ってんだろう。そう、ムービーのその前入ってたから。テライト。アーマロポーターもやってね。アーマロポーターやりましょう。そうだそうだ。こっちにあった。もう山のコーサー。はい。もう。あ、みんな戻ってきた。これでこっちね。足跡はだな。みんなの足跡ばっかりだな。小ぶりな足跡、これか。お、静かになった足跡が。そうだね。ああ、これです。調べます。ちょっと戦ってんないの。そうです、収めてくるわ、ね。足跡は北西に向かって続いている。ああ、さらにあそこなのね。そういう理屈かな。さらに北西、ずっと戦ってんだ。パーティー面がまだ行くよ。明らかになんかあそこに何かがある。ミカの土地。さあ来た、ここだ。ムービーを見ている。小ぶりの足跡。行きます。何が起こるんです？足跡があるが途中で乱れてかき消えている。いっぱいあるね、足跡がね。ここで何かあったんだろうか。すごい、すごいバタバタしてる。バタバタ、乱れてる通過。やべえ、これアリゼ墓ルートあるで、これ。
どこだアリゼ。これ物としては何なんだろうねこれね。ね、エーテルの塊なのかな。ガラスじゃないだろうし、うん、クリスタルとか。クリスタル、うん、あ、出た。待ちなさい。あ、いつから竜騎士に HP1 になるよそれ。本物どこ。いや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 、 HP1 だよね。 HP1 ですね、うん、カジバかなんか使ってんのかな。 HP1 にした方がいいみたいな。いやいや、お前その高ささすがに。お見事。まだまだ危なっかしい。なるほどね。ちょっと危なっかしいだな。ジャンプしてる時にこっち見ちゃダメだよ。あ、ちなみに今アリセが登ってたところで乗れないんですね。わかってるわよ。あ、怒った。ちょっとその驚いて次はもっとうまくやるわ。あ、でもちょっとアリゼだな。完全にアリゼですねこれ、うん、あなたこそいつかは来るって思ってたけど随分遅かったじゃない。ツンデレですね相変わらず。衣装が変わってるよっていうのを見せてるわけですね。久しぶり、元気だった。うん、あ、こう斜面を使ってこう目線を合わせてるんですね、うまいこと。なるほどね。あ、ちょうどね、背高いからさ。一番でっかいやつだから俺。そう、帝国との戦いは膠着状態なのね。うん、いろいろあったんだよなと。そうね、一度原初世界とつながったっていう推奨校からも、うんうん、ひとまずの危機は去っていたと聞いたけど、時間の流れもずれてるっていうし心配だったのよ。うんうん、アルフィノとウリエンジェにはこっちに来て会えたから私の知ってることを伝えておいたわ。一番最後だからな、たどり着いたのは。そうだよね、うん、まだ会えていないサンクレットとヤシトラにも会えてない、ね、彼らや推奨校を経由して話が行っているはずよ。うんうん、サンクレットとヤシトラには会ってないんだ。それぞれやっぱそこ違うとこ行ってるからってことだね。待たせているタタルたちのことを思うと、うん、一刻も早く原初世界に帰ってあげたいけど。大丈夫です。方法が見つからないのもあるし、何よりウリエンジェの未来史を見過ごせないわ。うん、ウリエンジェってさ、言葉は回りくどいし一人で納得してばっかりじゃない。急な急な。でも根はどうしようもなく優しいから、みんなを本当に傷つけるような嘘はつけないと思うのよ。うん、こんなこと言ってもしょうがないしね。そんな彼が第八霊災が起きる、英雄が死ぬだなんて言い出すまでには結構悩んだんじゃないかしら。だから私は信じてる。今やるべきことは世界の統合を止めること。そのために第一世界を罪食いから救わなきゃいけないって。うん、決まりある。ねえ、あの大きな白い壁を見て。うん、あれが光の反乱の跡よ。跡？うん、100年前、ここ第一世界では光の力が異様に高まっていた。それがある日限界を超えて溢れたそうよ。発生した超高濃度の光の波は、ノルブラント以外の場所、世界の9割を飲み込んだ。光の塊なんだあれ。光のクリスタル的なってことか。超高濃度の光。生物は複数の属性からなるエーテルを有しているものだわ。うん、けれどあの波に飲まれるとそのバランスが乱れてしまう。はあ、するとあるべき形を保てなくなるのよ。なるほど。消滅するか、理性すらない異形の怪物になり果てるか。異形の怪物だからな俺の。そう、罪食いっていうのはね、もともと光の反乱に飲まれた誰かさんだったんだわ。なるほどね。一度そうなってしまったらもう戻れはしない。罪食いはエーテルを食べるから人は格好の餌よ。
あるいはないどこね。力の強いものは襲った相手のエーテルを生み出し、うん、積み食いに変えてしまうことができるわ。感染もするみたいなってことか。つまりあいつらの目的は食うことと増えること。完全ゾンビじゃん。実にシンプルで、だからこそ交渉の余地もない。人類の敵だわ。そしてここ旅立ちの宿は積み食いに襲われ、自身もそうなりかけている人たちが捨てられてくる場所なのよ。さっき言ってた病気ってなんだ？積み食いになっちゃう病かかな。感染しちゃうっていうことか。感染しちゃうって言い方をしてるけど、内容的には自分の体内のエーテルが一方向に偏ってる、ね、偏りつつあるっていう話だから、正確にはウイルスでもないし感染でもないんだけど、そうだよね。まあそういうと、イメージしやすいってことだな。まあ、なんか気の流れみたいな話でしょ。そうね。あり得る。テスリンたちが世話している患者、彼らは全員積み食い化仕掛けている人よ。積み食い化。やっぱりそういうことなんだ。程度に差はあるけどね。ああなると周りには恐れられ、人里には住めない。あ、だからここにいるのか。うつるかもとか思われるのかね。ああ、それでこんな世界の端に連れてこられるんだわ。世界の端だもんな、ここは。本当に地獄のようだけど、幸い私が修行するにはちょうどいい場所だったし、テスリンたちから積み食いについて学ぶこともできた。あなたにもそれを共有すれば、私たちが今後どうするかを決めるためにもね。なるほど。いけますよ、まだ。積み食い狩り。ガリだって。積み食いガリ。ああ。お、積み食いガリ。来た。再開したアリゼは冒険者に提案したいことがあるようだ。さてと、まずは実注も兼ねて見回りを終わらせちゃいましょう。あなたには旅立ちの宿から北を頼むわ。地図に印をつけるからその周辺を見てきてほしいの。なるほど。体が特に白い異形がいたら積み食いと考えて間違いないわ。人のエーテルに惹かれて襲ってくるだろうから必ず倒して。ああ。終わったら北側の出入り口の前で集合しましょう。それじゃあ後でね。うん。行っちゃった。完全ゾンビですね。ゾンビだね。うん、ああ。車乗りを乗っても乗らせてもらおうかな。3カ所マーカーが出てる。ああ、ここね、どんどん北に行くのね。明らかに出てんな。出てますね。明らかに出てんな。あ、風脈があったのね。おお、なるほど。それあれ、エンシェントリザードにマークついてんじゃん。ほんとじゃん。あの、モブランツのやつやっちゃっていいですからね。なるほど、うん、経験値結構おいしいんで。わしやる。サンドイータもしたけど、これはフリクリームマニアか。サンドイータ来ちゃってるけど、あともう1体倒したら、うん、現地もらえるかな。あのリザードね、うん、もし見かけたら一体倒しましょうか。了解です。あ、俺もう今か、風脈触ったのか。はい、イレブンのトカゲのグラフィックのやつね、うん、そうそうそう、久しぶりみたい。もうリーピングリーチね。バストークでどんだけ毒でやられたかいつ。リーピングブーツ、リーピングブーツ、ブーツ、そうそう、リーピングブーツ、うん。俺1回だけエンカウントしたけど、倒してドロップしなかったな。あ、マジで、うん、俺もうコンスタッというずっと行き来してたから、あれだわ、よくあって、うん、結局ね、手には入れた。本当、うん、買ったよ、負けて。ああ、まあまあね。でもそこまで高くなかったでしょ、リーピング。3万ギルぐらい。それ安い時に買ったね、うん、あ、リザード湧いた。あ、やりましょう。リザードだ。うん、これでよし、来た、うまい、うまい、よし。フォーギブンカーディスは倒しました？ん？積み食い倒した？あ、倒した倒した。はいはい、じゃあ次行こう。ティーサーさんに襲われてる。これです。そう、来た。どこだ？あ、現れてないのか。現れなかったのか。そういうことね。現れないのもいるのね。サンドモールを倒していく。あー、こっちですね。いた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 。
からわれたけど、あれ、さあ、じゃあ沸かせます。いっぱい出てくるね。闘技分カウはカウビス、カワビス、カワビスですか。すげえ湧いてっけど、積み食い、積み食い湧きすぎじゃね。またこれさ、もう滅びるって。光の反乱がここでまたもう一回起こってしまう。本当だよ、また来た来た来た。デシメート、もうできない。ミスリルテンペスト、倒した。またな、またな。オッケー、これ全部やったか。これで全部、アリゼと話すか。はい。これで、あ、飛んだ方が早いけどまあいいやみたいなね。一応ね、そこ北側でって言ったもんね、あそこの。これ、これはあれか、場所的には、あべ、ここが、うん、ここです。おかえりなさい、そっちはどうだった？2体おったよ、2体。2体だ、2体どこじゃないけどね。うん、そう、やっぱりはぐれ積み食いが出たのね。まあ、はぐれ積み食いって言うんですね。そうか、そういうことね。うん。まあ、そこからでは日常茶飯事なんだけど、スターオーシャンね。戦ってみて分かったと思うけど、低級な積み食いだったらその辺を徘徊してる獣と大差ない強さだわ。確かに、トゲの方が強かったかもしれない。確かに。だけどあいつらは容易にいて強い個体に付き従う習性があるのよ。群れるんだ。だから強大な積み食いが狩りを行う時にはとんでもない数の軍団になることがある。ああ、そいつらにはどれだけの人が餌食にされてきたことか。こうして見回りをするのも積み食いの数を減らして、いざって時の危険性を少しでも軽減するためよ。完全に本当ゾンビだな。手伝ってくれてありがとうね。それじゃあテスリーンにも報告しに行きましょう。なるほど、群れて固まるとイナゴみたいになるの。そういうことね、危険だよということね。おいでいいのかな。だ、はい。テスリーンいろいろやってきたわ。あ、アリでさっき喋ってるか。ところでは、この子、あなたに変なこと話してないわよね。ないわよね。うん、なんか憧れだなとか言ったね。そうですね。聞いたよ、見回りを手伝ってくれたんだって。さっきから危険なことばっかりでごめん。でもありがとう。それにしてもアリゼと無事に合流できてよかったよ。彼女すっごくあなたに会いたがってたんだよ。何かにつけてエドさんならって怒ってますけど、バカなこと言わないでよ。私はただ冷静に客観的な視点を持とうとしているだけよ。ふふふ、エドさんさんの戦いっぷりったら本当にお見事って感じだもんね。しかも自然と手を貸してくれるって優しいし、私もファンになっちゃいそう。にゃく、場所が悪い。ははは、嘘よ嘘。江戸さんさんがいい人なのは本当だけど、二人とも見回りお疲れ様。終わった、ここまでかな。うん、なるほどね。はい、宿を立つなら、あ、なんかちょっと厄介なことがあるから頼まれてくれっていう系かな。そうっすね、ここまでかな。宿を立つならって言われてるから、そうっすね、うん、あ、この辺で一回止めといた方がいいかと。なるほど、うん、時間も時間だし、全然まだこう縦に来ただけだもんね。明らかにここ壁があるしな。あ、はい、風脈探しつつちょっと回ってみます。そうですね、うん、はい、では帰りましょうか。はい、うん、なるほどって感じだね。やっぱりそう、アルフィノの方から先にやっといてよかったな。あっちの悲惨さを先にやっとかないとちょっとなんか、うん、うん、こっちの方がまだ、まあでもこっちはこっちでゾンビ化みたいになっちゃってるけど、うん、でもそれは別にアマーレイに限った話じゃなくて、うん、全部で蔓延してるんでしょ、うん、このノルブラント全体に。なんかこう生き残ってる人がの中で頑張ってる感だよね。そうで、コルシアはね、なんかもう諦めてる感だよな。そうそう、もう後のことは知らんけど今楽しみたいやつらがなんかみたいな、そうね、そうね、状態になってるのがなんか胸クソではあるからさ、実際そうだね、そうだね、うん、そんな感だよな、うん、あれあれだよね。
南座のラーンとかその辺の感じだったのかな今のところは。多分近いでしょうねイメージ的にも。そうだよね、殺し屋は実際に多分リムサーだと思うんで、うん、はい、よし、うん、でははい、今日はですね、うん、リュールモアの続きからやりまして、はい、ドン・バウスリーさんに会いましたね。会いました、はい、そして逃げてきて、うん、ある日の終わりと、はい、でアムアレーンに行ってアリゼに遭遇、うん、強く生きる人々と、はい、迫り来る罪悔いの恐怖というところをちょっと見ました、うん、来週も続きをやっていきたいと思いますのでよろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いいたします、はい、うん、今日の放送はこれで終わりです、はい、パーティー解散しておきます。ありがとうございました。 ありがとうございました、うん、いやそろそろ ID が来てもおかしくないと勝手に思ってるからな。あーなるほどね、なるほどね、段階、俺あのコルシチアのとこで1回ぐらいあんのかなと思ったんだよね、はいはいはい、その最後の方でみたいな、はいはいはい、でもなかったから、はいはい、で、あ、アムアレイは確か戦闘がなんとかしたから、あ、こっちでもしかしたら ID なのかなみたいなイメージで、なので、まあ、来週なんか再来週はどっちみたいなのか、再来週は8月5日だから、8月5日だから、うん、そうですね、エデンです、うんうん、ストーリーは全すっ飛ばしで、バトルだけあるんで、はい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 、そこのネタバレワイドさんもご安心いただいて。ああそうかそうかそうか、はいはい、ね、戦闘中の話も戦闘中もチェックしたけど、うん、戦闘中にネタバレ的なことはなかったんで。ああなるほどね、うん、まあ、実際何と戦ってんのお前らみたいなことになるけど実際にはい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 、例えばアリゼが登場してなんかネタバレ的な発言をしながら参加するとかそういうのはなかったんで、そこは多分矢田さん見てもストーリーは大丈夫だと思います。なるほどね、はい、はい、ということでございますので来週はこの続き、はい、MRA の続きアリゼ編のところやっていきます。再来週18時からの特番でございますのでよろしくお願いします。お願いいたします。はい、はい、以上です。んよいしょ。じゃあ、今週 NG 社始まりましたけど、まずはふみちの告知からですね。はい、はい、今週の土曜日は、うん、一旦エデンノーマルのロケ版は終わったので、うん、今週は進捗がないですから。なるほど。土曜か、うん、土曜だよね。そうか土曜か、まあ土曜日、うん、まあ普通に、エデンノーマルの練習かな。ああまあノーマル練習して、そう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 、うん、あの霊式にちょっと備えようかなって感じでやります、うんうんうん、バトル班の人は、はい、よかったらご協力ください。よろしくお願いします。はい、はい、以上です。はい、ではですね、NGC は、来週はあれなのか、FC 募集をやる日ですね。なので今日はやりません。はい、それでは今週の NGC の話です。ですね、今週から、まあ、正確には昨日からですね、はい、エンディングが変更になりました。電波グミンクさんの、刑事上学的魔法に、変更しております。今日2回目ですね。なので流すのが、はい、です。そちらぜひ最後まで見てください。そして明日7月23日の火曜日は、22時から NGC エイリアンウェアブラッドステインドシュアルオブザナイトの、何回目 ?3 回目なのかな、うん、です。4回目か、もう4回目か、早いな割とまだ全然序盤も序盤な気もしますけど、まだ2ボスぐらいしか倒してないから、はい、ここからどんどん進んでいくことになるんじゃないかなと思っております。ミニさんが頑張ります。そしてその前の時間19時からは江戸 VR、オーバス VR、やります。こちら、まあ、先週のそのまま続きという形、まだ全然ね、本当始まったばっかりのところで、うん、なんか本当だったらなんだ草買ったりとかしてレベル上げるみたいなことを言ってましたけども、うん、ちょっとそこら辺も含めて、明日また19時から江戸 VR で遊びましょう。入れる方はよろしくお願いいたします。はい、そして、24日水曜日は22時から NGC 赤色生放送、大木さんが頑張ります。首なしを大木さんがずっと言ってたので、首なしをただ、どこにいるかも含めて探しつつ倒しに行くと思います。まずは、はい、その先どうなのかちょっと分かりません。はい、そして7月25日木曜日は18時ですね、18時からです。
はい、NGC ピックスアーク生放送、こちら最終回予定となっております。はい、昨日ねやりましたけども、長時間結局やりましたけども、一応最終回ということで18時から約12時ぐらいまでかなやると思います。6時間ぐらい、ドゥームランドかな、ドゥームランドの祭壇に向かう予定です。それの、装備集めしたりとか素材集めか、はい、みんなで挑む形になります。よろしくお願いいたします。そして26日の金曜日は、21時からは最終回、NGC ディビジョン2生放送でございます。約4ヶ月かな、うん、3月からですね、3、4、5、6、7、3、4じゃねえか、3の終わりぐらいか、うん、そうですね、4ヶ月ぐらいやってきましたけども、はい、ディビジョン2最終回でございます。今週ですね、ちょうど、新しい、DLC というか、はい、シナリオが増えるということで、それに挑む形になると思います。はい、最後のディビジョン、皆さんぜひ参加してみてください。よろしくお願いいたします。はい、そしてですね、7月26日土曜日の21時からは、NGC、ソードオブガルガンチュア VR ですね、生放送でございます。はい、こちらですね、いろいろ今後のアップデートの情報とか含め、ちょうどその時間帯、放送の時間帯にやっている、タイムアタックに挑んだりとか、その辺やりますので、もしNGC VR 部の中でですね、放送できるという方は一緒に放送していただいて、一緒にタイムアタックやったりとか、その辺考えていますのでよろしくお願いいたします。はい、そして来週になってしまうんですけども、7月30日の火曜日、はい、会員限定放送バーチャルタレントのの進捗報告、ボリューム3があります。ついに動いてるののが見れるということなので、お楽しみに。会員限定放送です。よろしくお願いいたします。以上です。はい、お疲れ様でした。はい、それでは皆さん、また来週お会いしましょう。おやすみなさい。はい、さようなら。さようなら。またねー。